さあ始まりました、ガッサンチャンネルです。まあ仕入れですね。仕入れ動画になります。やっぱりこういう活動してるっていう動画をアップすることによって、あ、そういうのしてくれるんですね、じゃあお願いしますっていうことになるんで、もう僕の場合それがですね、もう古物取るんで、そういう仕事やってるということでですね、大手振ってやらせていただいております。もうこの辺ですよ。僕一回仕事したことあるんですよ。あ、ここっすね、ここっすね、ここっすね。はい、ということで今回ですね、僕にバイク、取りに来てと、依頼してくれた方はですね、この方です。でーん。じゃあちょっと、はい、自己紹介とお店の紹介お願いします。 ありがとうございます。じゃあ尼崎で接骨院をやってる、石原と申します。はい、接骨院が、東大島接骨院っていう、はい、こちらになります。はい、はい、ここの接骨院の特徴と、なんか PR ポイントお願いします。特徴はもうズバリこれですね、体幹トレーニング、レッドコードを使って、はい、まあ体幹トレーニングで有名なのが、はいはいはい、サッカーの長友選手ですね。はい、あの時の結構体感で結構知られたんですけど、ほうほうほう、一回ちょっとじゃあ軽く、はい、ノルウェーの機械で、例えば、はい、ランプって言って、そのよくこう肘をついて、うん、ありますね、ありますでしょ。あれをこのレッドコートで再現すると、なるほど、こんな感じ、エアっぽいですね。で、手が不安定な状態、この分お腹の方に効かすのが、もうすぐこう、まあ、体幹にこう効かすことができる。ここに来るのカッサンです。なんかそんな大して体に効かへんのちゃうかな。初レッドコード、このまま流れてですね、そのまま、はい、で下のあの黄色い線まで、はいはい、そこで止めます。用意スタート。お、カッサン、もう少しお尻落としましょう。はい、肘伸ばして、そのまま腕立てします。そこで、はい、もうさすが。なるほど、そういうことね。ですね、ですね、僕は言いますよ、はい、動いてないから。ああ、でもいいですね。あ、なるほど、いい感じ、いい感じ。やってみて分かったのは、はい、その何ていうかな、固まってない分、はい、その何ていうか、頑張らなあかん、こっちが頑張らなあかんっていうことで。あ、なるほど、きついでしょう。きついですね、うん、はい、今日はどうも、まあ、このご紹介とバイクとありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さん気になるですね、バイク結局何なんだろうみたいなこともありますよね。その、バイクをですね、紹介したいと思います。引き取ったバイクはこちらです。おっ、今回引き上げたバイクはディオです。ディオです。ディオです。現状、ブレーキ効きます。アクセル回ります。最高です。余裕でしょ。前後ドラムのやつね。僕からしてみたらすごいありがたいんですけど、まあ、引き取りに来てくださいっていう人にしてみたら、引き取ってくれるんですか、そんなにすぐにみたいな感じで、逆にまあ、感謝される立場ということで、まあ、本当に。お互いウィンウィンでいい仕事だなと思いながら今帰っております。はい、今ちょっとバッテリー開けて充電してるんですけど、バッテリー生きてるんです。見てください、3年動かしてないって言ってたけど、バッテリー生きてますよこれ。下手したらこれセルかかりますよね。9201ですね、多分実動ちゃいますか。フルボケてますけど割としっかりと全部あります。楽しみやな。いや、バッテリー来てんのでかいですよね。だってしかもバッテリーローじゃなくてハイやから、多分セルかかりますよこれ。えぐ、これキャブとガソリンのタンク清掃したらできますね。引き続きお楽しみください。言えてない。ちなみにこのディオね、何ディオか分かる人のディオ、詳しい人いっぱいいると思うんで教えてください。 AF なんですかね。カッサンチャンネル、それでは。